今日は選挙が、終わりまして、埼玉大学社会調査研究センター長の松本正夫先生にお越しいただきました。先生には選挙の後にですね、世論調査の結果や、予想などを含めて、一体今回実際の結果とどうであったかという分析をしていただいておりまして、今回で7回目でございます。松本先生、今日はどうもようこそありがとうございました。先生に、いろいろとまたお話をお聞きした後に質疑の時間も設けさせていただきたいと思うんですが、お話をお聞きする前にまずちょっと一つだけ選挙の感想だけ最初に一言いただきます。感想、はい、感想ですか。またそれはその中でお話しようと思ってますけど、はいはい、すみません。そうしましたら、早速始めさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、松本でございます。こんにちは。今回も、お声をかけていただいてこちらに読んでくださって、お話しする機会を得ましたことを大変嬉しく思います。ありがとうございます。それでちょっとこういうタイトルで今回の選挙に関してちょっと表現してみたんですけれども、まあ頂戴している時間が1時間と聞いてますので、まずはそのちょっと今回の選挙に関しての、私の感想、まず圧迫な感想を申し述べて、で、若者のこう安倍支持自民党志向というのがこうかなり注目されているので、手持ちのデータなどを基づいて前半部分はそのお話を、それから後半はご注文いただいていて世論調査の話をということでしたので、後半部分は世論調査をということです。で、お手元には私が新聞協会さんの会報にこうちょっと書きましたものだけ配布、していただいてます。で、お話はこちらの方の、スライドに基づいていきたいと、こういうふうに思ってます。よろしくお願いします。で、まずこのバーチャル選挙と支部6部感覚という、今回の選挙に関しての、私の感想はこういうふうに、まとめてみました。で、バーチャル選挙というのは、この選挙の、直前とそれから期間中に私も東京を離れる機会があって地方に行ったんですけれども、どちらでもでですね、今選挙でこう盛り上がってるみたいだけれども、その希望の党がどうのこうのって言ってるんだけれども、あれはどこの話ですかというふうにやっぱり質問を受けました。要するにテレビでああいう形で盛り上がってるようなんだけど、我々のこの身近なところでは選挙とかそういう盛り上がりは全く感じないと。で、そういうこう感想といいましょうか、話を聞きました。確かにそういうことで、あれはこうメディアの中でやっている、東京中心の話だというふうにこう受け止めながら投票に、各地の方々が行かれていると、投票に行った方ほどそういう思いを抱きながら投票されたんだろうなという、こういう気をしています。で、じゃあこの、バーチャル選挙に、有権者の方たちがどう対応したのかという、どういう思いで応じたのかということなんですけれども、そこで私がこの、有権者の方の気分をですね、それこそ忖度して、書いたのがこの支部6部感覚というので、要はこれは要するに少数意見と多数意見が一人一人のこう気持ちの中に同居していると、こういうことですね。だから例えばその安倍内閣の支持率がその4割で不支持が6割だと、ちょっと前だと、今だと大体5分5分ぐらいでしょうか。こういうこうその比率が出てくるんですけれど、これをこうどう見るかっていったときに、明確に支持している人が5割で不支持が5割だという受け止め方はちょっと違っていて、お一人お一人の中でこう支持の部分が4割それから不支持の分が6割というような、こういうふうに受け止めた方がいいのではないかと思います。だから、今回の結果に関しても、私もどこかで書きましたけれども、その結局は、自民党に入れるより他はないけれども、安倍さんには一言釘を刺しておきたいと、こういう、 こう思いですかね、お一人お一人の。これがこう
反映しているというか、まあ読み込めるのではないかと、こういうふうに思います。で、例えばその直前の調査とか当日の出口調査等々で、内閣支持不支持とですね、各社がですね、その選挙の後も安倍政権が続くのがいいと思うかどうかという、でそうするとこの良いとは思わないという、こういう回答が、まあ、むしろ良いと思うという回答よりも多かったりするわけですけど、この良いとは思わないというこのフレーズがやっぱり絶妙だと思います。反対ではないけど、明確に反対ではないけど良いとは思わない、良いとは思わないけれども反対ではないっていう、こういうあの思いなのかなという気がしてます。で、まあそのなんて言うんでしょうかね、こう未だにですね、もう民主党政権が終わって5年も経って、まあ、民主党自体がないにもかかわらず、未だにこう安倍さんがおっしゃるこう民主党政権時代の批判っていうんですか、まあ、あの頃はひどかったっていう、これがですね、それなりのこうその説得力を未だに持ってる、まあ、要するにそれしか判断の拠り所がないという、こういうこう停滞状況っていうのかな、こういうものが、まあ、あるんではないかと、こんな気がしています。そこでですから、まあ、四分六分感覚っていう、まあ、こういう言葉でちょっと表現してみました。で、まあ、一番のそのポイントとなるその若者の安倍支持とか自民党志向、非常に高いと。確かにその自民党支持といえばもう昔からこの若い人で低くて年を経るに従って高くなるっていう、いわゆる年功序列型のこの構造っていうのが我々にはこびりついているわけ でそれから見ると若い人で高くて、でこう年を経るに従って低くなるという、こう、まあ、確かに相対的にこの押し上げられている感じはするんですけど、これは確かに理解しがたいところが あるかと思います。それでまあ、それはそうなんですけども、一応にやっぱり若者のこう安倍支持とか自民党志向っていう、こう一面的なこういう見方でこうちょっと理解するのはちょっと問題があるかなというふうにも思います。まあ、それはそれでいろいろな側面を持ってるんだと思うし、一括りにはできないんだろうなというふうに思います。で、今日このここにお示ししたこのデータはですね、私どもの埼玉大学の社会調査研究センターとテレビ埼玉さんと共同で、投票日の当日ですね、いわゆる出口で投票した方を調査する出口調査なのですけれども、これは判定のためのデータを取るのではなくて、投票行動というのですか、政治意識を捉えるために聞いた調査なので、ちょっと普通の世論調査みたいな質問をしています、あえてしています。で、これは埼玉県内の10選挙区で、投票を終えた方たち、トータルで1100人ぐらいでしょうかね、雨の中学生たちがタブレット端末汚して濡らしながら拭きながら懸命にやってくれた1100人 の結果のうちの一つなんですけど、ちょっとこう意外な質問をしてみました。何かっていうと、投票された方に、まあ、あなたはその中の上とか中の下とかよく聞かれているは階層意識ですね、まあ、どこに当たりますかというのをこう回答してもらった結果です。で、これを見ると、明らかだと思うんですけど、このですね、この、一番若い人たちのこのところですね、ここが実はですね、この下と中の下っていうのを合わせたこの比率もお分かりだと思うんですけど、一番高いんですよね。で、だからまあ現状にこう満足していて、現状維持志向が強くて、で今のこのなんていう体制、この政権が続いてほしいという思いが強いんだと、若い人たちは、そういう解釈が一般的なんですけど、若者のこの保守化とか安倍支持に関して、まあ なんていうんですかね、そうとも言い切れない、この辺のこの数値っていうのは、まあ、ちょっと違う面もあるのではないかなというような気がしています。で、この階層意識を聞いた私の方のこの私のこう理由なんですけども、要は何て言うんでしょう、
景気がいいとか、そのまあ何て言うんでしょう、株価が高いとか言われてるんだけれども、その社会にそういう実感がないということがよく言われます。で、周り見てもそういう感じはしないし、こう自分の給与も上がってないし、それからお客さんあんまりこう消費してくれないしみたいな声も聞いて、一方でその雇用はよくて、マクロの指標はよくて、でも実感がないっていう、まあ、この辺をどう捉えたらいいんだろうかなと、まあ、こういう調査でそこを捉えるっていうのはなかなか調査の限界を超えているので、まあ、それを承知の上でいくつか試みたんですけど、まあ、その中で、この中の上とか下とかっていうのをお聞きしたわけです。で、先ほどのそのデータにあるように、ですね、ここにあるように、こっちかな、もともと当然その上とか下とかって明確に答える人はさすがに自分の自己評価でこういうふうにこう上げる人はいないので、ポイントはやっぱりこの多数派のところのこのいわゆる中の上か中の下かという、でこれが結構こう聞いていてですね、このやっぱり主観的判断のこの中の上と中の下っていう、ここのどちらに自分を入れるかというのが、まあやっぱりこうご自分のそのまあ周りも含めた主観的判断として非常に実感を表しているのかなという気がしています。で、ここにもあるように、このやっぱりこの同じ中でもこう上、自分を上にというふうに位置づけてるのか実感してるのか下なのかっていう、ここにかなりのこう、ここのところに差がありまして、要は比例で、まあ、どこの党に入れましたかっていう、この自民党に入れたという比率がこの中の上の方と中の下のところで、まあ、大きく変わると。ただやっぱりこういう実感っていうんでしょうかね、こういうものがまあ投票行動の動機づけとしてそれ相応にですね、まあ、意味を持っているということが、まあ、これから少しこう明らかになると。それからこちらはですね、その階層意識と内閣支持率のこの関係を見たわけですけれども、今日お配りした、私のこの、書いたものにもちょっと書いたんですけど、まあ、最近の内閣支持率っていうのは、まあ、安倍内閣どう見ますかっていうことのほかに、こう自分を含めて今の社会の雰囲気っていうんでしょうか、こうどういうふうにこう捉えてるかっていうような、そういうこう社会的指標って言ったらいいんでしょうかね、こういうこう側面があるなというふうに思っていたんですけど、やはりここもそうで、こういう実感っていうのはやっぱりこう支持か不支持かというところの非常に大きな分かれ目になっているので、こう内閣支持率っていうのは単にこう政権安倍さんへの個人的人気だけではなくて、もう世の中の人にとってみれば、こう社会の今のこう雰囲気っていうものをこう表すこう指標として、こう他にちょっと変わるものがなくなってくる、ますますだから内閣支持率政治みたいにならざるを得ないところはあるんだけれど、もうここまで来るとやっぱりそこは否定できない、そういうこうところがあるかななんていうふうに、まあこのデータから見ています。それで次からがですね、これここまでがまあちょっと今回の選挙に関しての私の感想で、次からが、まあ若者の政治意識というところに入っていくんですけど、ちょっと その前に全体のそのちょっと構図を見ておきたいです。で、まだ昨日速報値が発表されましたけど、全部のデータは出てこないのですいません、さいたま市の結果で、これ去年の参院選なんですけど、埼玉市の場合は、全有権者の全数を把握してますので、市会で調査をしておりますので、これ年代別のやつは抽出ではありません。で、昨年のその、参院選の、投票率を年代別に見ると、まあ、18歳がすごく頑張ってるわけですね。で、この18歳の投票率っていうのは20代はおるか30代40代はおる高くて、実は50代と同じくらいだと。だからこの人たちが若者は政治に無関心だってこっちに向かって言えるのかっていう話ではあるんですけど、まあただ気になるのはこの19、20とこう下がっていくというこの傾向、それからもう一つはやっぱ明らかにここのところは投票弱者の方がそれ相応にいらっしゃるということを、まあ示してるんだと思います。それでこれはですね、これですね、埼玉市長選の結果です。で、ほとんどその
ご記憶にないと思いますけど、今年の5月に、1年後の今年の5月に埼玉市長選があって、全体で投票率は 31.44% という、まあ、あの市長選史上最低だったわけですけども、でこれを見ると、完全にこう総じ形になっています。18歳低いとは言いながら、全体が低いにもかかわらず結構頑張っててですね、でも19、20とやっぱ下がってこうなっていくと、でここのがここでという形で、同じ形状になってる。でこれ気になるのはですね、要は、ここの要するに19歳っていうのは去年のこう18歳なわけですね。で頑張った去年のこの18歳っていうのが、まあ、全体が下がっているので、比較にはできないんですけども、まあこういう19歳よりも、あごめんなさい、18歳よりもガクンと下がってると、これは去年の高かった18歳に相当するわけで、まあそこのところが非常に気になるので、最近そのいわゆる若者18では高いんだけど19、20歳が低くて、それどうしたらいいかと。で18だけではなくて19、20のところのその啓発っていうんですか、私もあの主権者教育に関わってるので、それが一つの課題なんですけど、要はですね、昨日 の、 あの総務省の抽出データを見てもそうですけど、今回 の、 その衆院選でいうと18歳の投票率は 50.74 で、19歳は 32.34 で、まあ、もっと差が前回より開いたわけです。で18歳に関しては去年の参院選とほとんど変わっていません。投票率は、51.17 ですから、今回が 50.74 でそれほど変わってません。でところが19歳に関しては去年も 39.66 と低かったんですけど、さらに低くて 32.34 ということは、去年頑張った18歳 51.17% だった18歳は1年経って今年は 32.34 という形で2割近く下がってるわけです。でここが一つのポイントだと思います。何かっていうと、私はこれを要するに記念投票というふうに、いわゆる記念受験と同じように、まあ、記念投票なんだろうな。だから、まあ、18歳、高校生までは、まあ、学校でもいろいろこう、行きましょうと言いますし、それで世間も高校生、18歳、初めてって言ってあれなので、まあ、頑張っていくんですけど、その頑張っていった、その18歳の高校生にとってみれば、まあ、選挙の投票っていうのは、まあ、それで卒業っていうんでしょうか。選挙の投票やったことあります、はい、一回行ってみたことありますっていう、まあ、これでこう切れちゃってるっていう、こういうことなんだろうというふうに思います。だからあまり18歳ここ頑張りすぎると後の反動が怖い、続かなくなるっていう、こういうことなんだろうと思うので、この記念投票的な一回選挙投票してみたことありますという体験でこう終わりかねないっていう、ここをこうどういうふうにこう我々として受け止めてケアしていくかっていうのが多分もう一つの課題だろうなと、こんなことを思ってます。で、まあ、まずは、若いところ、それからここの投票弱者で記念投票の時で、次なんですけど、もう一つですね、実は真ん中のところも結構息切れしているなという、こういうデータです。でこれも参院選の、まあ、最大値のデータなんですけど、いわゆる候補 と、その年を経るに従って投票率がどう変わっていったかっていうのを少し単純なこの、表でまとめてみました。で参院選っていうのは、ここの間に3年ずつですからあるんですけれども、こっち の、 その5歳刻みの年齢とある程度対応させるために、まあ、こういうふうに作ってみました、まあ、だから5歳ずつ階段を上るにつれてどれだけ投票率が上がるかと、先ほど言ったように、今までは20代が一番そこでこう年を経るに従って投票率が70歳ぐらいまで上がり続けるという、まあ、非常に正常な形ですよね。社会とこう関わっていくにつれて投票率が上がっていくという、まあ、こうノーマルなライフステージっていう、そういう感じがするんですけど、この辺はですね、まあ、全体の投票率が上がってますから一様に、まあ、年齢を重ねるにつれてどこの年代も上がってると。で問題は次のこのでして、
2010年これ菅内閣の時ですけど、のその参院選の投票率に比べて昨年の投票率って前回の2013年に比べては上がったんですけど、10年と比較すると 2.8 ポイント、まあ、3% 弱下がってるわけです。でこれを見るとですね、この若い人たちは結構社会化してて、社会参加の指向性はむしろ20代のこの時20代の前半だった人たち、20代後半になり、そして30代の前半になると、で全体の投票率が下がっているにもかかわらず順調に社会化していってくれている、社会に参加していってくれているわけです。でこの次の世代も、こんな感じでこういうふうに階段を上っていってくれている。ところがですね、どうも40代ぐらいになると息切れをしてしまって、頭打ちにこうなってしまうという感じが見えてきます。ということはここは上がってる、ここは頭打ちだということは全体で 2.8 ポイントも下がってるわけですから、投票率全体を押し下げてるのは50代以上という。だから今までこう必ず投票に行っていた方たちがこう投票に行かなくなってきてるという、こういうことをこのデータは物語ってるんだと思います。ですから中高年の方たちのこの選挙離れという、これがこういうことから見て取れる。でこれは、このデータでも同じでして、まあ、ここは市長選の投票率、今年あったもんですからこう4つこうセルを置けます。でこれはまあ全体で上がってるのでいいんですけど、次のその19年から13年で見てみると、この若いところのここですかね、ここは全体が5ポイント近く下がっているにもかかわらず、まあ、最初のこの比率が低すぎるというところはあるんですけど、こう階段をそれでも登っていってくれている。でこの辺までは登っていってくれている。でもやっぱりここは息切れしている、こういう感じです。で今回は、まあ、あらかじめもうそのいわゆる無風の選挙で、現職の方が当選するということがあらかじめ分かりきってた選挙なので、まあ、投票率は大きく下がって、最低になりました。で見てみるとにもかかわらず大きく下がってるにもかかわらず若い人はこんな感じでまあ持ちこたえてくれているんです。選挙自体は選択の機会としてはそれほど意味を持たないにもかかわらず、選挙というこういう制度に関してはきちんとこう要するに対応しようとしてくれてるという、こういうことだと思います。でそれに対してこの辺はもうこういう形でそれ以降もそうですから、この全体の投票率ここまでは下がってないわけですから、全体の投票率の大きな落ち込みというのはこれ以上の50代以上の方たちが、まあ、選挙に遠ざかるという、こういうことをこう表していると思う。だからこれは結局その今までの右肩上がりのこうずっと20代をそこにして5年功序列のように70まで上がっていくっていうのがこのままいくと40代ぐらいで息切れするので、多分台形みたいにこうなる、40ぐらいのとこからこうずっと横ばいでこの 最高齢のところでちょっと下がるみたいな、こういう台形のようなこういう傾向になるのかなと。でそういう時の選挙ってそうなった選挙っていうのは、まあ、どう捉えたらいいのかというのが一つのポイントかなというふうに、感じています。で、じゃあ若者のこの意識をちょっと、大人と比較しながらいきたいと思います。でこれは昨年 の参院選の直後にですね、私が、さいたま市 の中学校高校、教育委員会さんにお願いして、対象に、まあ、公立の中学校、それから、一律公立の高校、が4校ありますので、まあ、その全校生徒の人たち、それから私ども社会調査研究センターが毎年やっておりますさいたま市民の方を対象にした調査と、この3本同じ質問票で3本の調査を行って、まあ大人と中学高校生を比較したと、それから
最後のところの4番は今年 の、 その、市長選の後に、恒例 の、まあ、あの意識調査をやったので、まあ、この結果も参考に加えています。それで、埼玉市 の、 その高校生の調査の結果っていうのはあの他の昨年とかその前、もあの、私どもその高校生対象に調査してるんですけど、あの全国で行われた各県 の、 その高校生の調査あるいはメディアの方がおやりになった、まあ、その若者の調査結果とほぼ同じなので、まあ、あのこの結果をもって、高校生一般を語ることにそれほど無理はないかなというようなこういう気はしています。それであの、結果を早速入りたいと思います。で大半 の、 その、回答に関して意外と若い人と中学高校生と大人の回答が似通っているっていう、まあ、そういう特徴がある中で、まあ、違いがあるものだけちょっと今回はすいません、持ってきました。でこれがまあ一つ、端的な例でして、でこれはよくあの、政治学なんで聞かで使われている質問なんですけど、日本の政治を実際に動かしているのは誰だと思いますかという、こういう質問に対しての回答結果です。で、国民一人一人だというこの建前回答っていうのは、まあ、かろうじて中学1年ぐらいでは4割で一番多いんですけど、これがこう学年を経るに従ってこうどんどん下がっていって、高3になって有権者になる頃にはどうも一票のリアリティっていうものがちょっとないかかってて、 そこからこう有権者になるみたいな、まあ、こういうところがあると。でじゃあ大人になるとこれが下がっていって大人になるともっと下がるわけですけど、でこの下のこれはあの昨年の11月に私どもと、毎日新聞社さんとで毎年やっている、今年もあの今始まってますけど、共同の全国世論調査でも同じ質問を試みたら、まあ、全く同じで、まあ、大人になるということはここが下がると、どうもそういうことらしいです。で、じゃあ これが下がっていくのにのつれてこう増えるのは何かっていうと、これではなくし議員でもなくてこれだと、まあ、圧倒的にこの官僚だという回答がこう増えていく。で、まあ、ちょっと、うがった見方をすると、これだけメディアの報道で自民党、安倍一強だとか、政治主導だとかっていうことがこうその言われているにもかかわらず、いやあの政治を動かしているのは官僚だという答えが回答がこう圧倒的に多いというのをこうどう見たらいいんだろうかという、 こう、まあ、あの疑問は皆様にあの投げてみたいと、どう解釈されますかというのは、逆にこう投げ返したいとこういうふうに思います。で、先へ進みます。次が一つのポイントだと思うんですけど、こういうデータです。上は政治満足度、まあ、今の政治にこうもう満足してますかどうですかってよく聞かれる質問です。で下がじゃあ日本の今の政治家に対してあなた信頼してますかっていうこういう質問です。でちょっと回答傾向が違います。で、政治への満足度確かにあの低いっていうかあんまり高くないっていうんでしょうかね、あのこの辺でもう、5割近くになってこれ超えるという、これ確かにそんなにあの不満の度合いが高いので満足度低いなと。ただまあ大人に比べてたらですね、まあ、まだまだそれほどまあ高くはない。でその分っていうのは要するに分からないと、まあ、政治一般に関して今どうかと聞かれてもなかなか中学生高校生が満足か不満かっていうそこは答えづらいところがあるので、2割を超えるのはまあ当たり前だろうなというふうに思います。でだからまあ大人になるに従ってこの不満度が増えていく、まあまあ、なんとなく分かるデータです。ポイントはこっちでして、しかしながらですね、この政治家に対しての印象っていうのを聞くと、これもう あまり信頼できない信頼できないというこの比率が下がる代わりに、だから、明確にどっちかっていうふうに答えるわけですけど、この比率が下がるその分っていうのはこっちに乗っかってくるので、もう高校生ぐらいになるとこれを見ると分かりの通り、大人ないし大人以上
にもうこの政治家に対するこう信頼できないという、こういう回答が増えます。それでこれをですねちょっと重ね合わせた、データを持ってきたんですけど、これです。でこれは何かっていうと、まずこの点線の方は政治に対しての満足だという比率から不満だっていう比率を差し引いた、あの差し引き比率を、年代別にずっとこうプロットしてみました。そうするときれいに、まあ中1ではまだプラスの方がかろうじてこっちの次元なんですけど、もう中2ぐらいからはマイナスの方が多くなって、どん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 こう、不満が高くなる、不満度が高くなる。だ日本で大人になるっていうことは、まあ、こうやってこう年齢を重ねていくってことはだんだんこうこの辺までこうにこう不満度が高くなるという、これがなんか大人になることのこう一つのこう社会化の過程かなというふうに思います。でこれはこれでまああのごくノーマルって言っておかしいのかな、なんですけど、面白いのはこっちでして、先ほどの政治家を信頼しているかどうかということに関してはですね、まあ、メリハリでのついた答えがもうガンと増えたっていうこともあるんですけど、この高1ぐらいからもう大人と同じぐらい、場合によってはこの若いところはこの大人よりも高いという、これが非常にこう特徴的です。だからここから伺い知ることができるのは、彼らが、まあ、中学生高校生を中心とする若者がこの政治っていうものをその何から感知するかっていうか、彼らの要するにアンテナに政治っていうのはどこからこう引っかかってくるのかっていうと、まあ今の政治家に対してのマイナスイメージっていうんですかね、まあそこからこう政治っていうものが引っかかってくるのかなというふうに思います。だからなんて言うんでしょう、ちょっとまあ言い方よくないかもしれないけれども、ちょっと前であればこう政治家って、その政治家のネガティブイメージの発火点って何かって、ちょっと前であれば号泣県議さん、野々村なんとか知っている、で最近であれば豊田なんとかさんとかっていうですね、ちょっと差し障りかもしれませんけど、ああいうところから多分むしろ政治っていうものをこう感知するっていうんでしょうかね、ネガティブイメージから。でこれをですねあんまり深刻に捉えない方がいいと僕は思っていて、要は生の政治見たことない、生の政治家っていうものを、実際の政治家っていうものをに会ったことがないと。だから映像で来るこうネガティブイメージの政治家、この姿から政治っていうものを感知するだけであって、普通にこうその辺を歩いてる、普通に仕事している、こうきちんと仕事している政治家っていうのをこう見たことがないということの裏返しだと思うので、これはまあ政治家の方たちのその責任なんだろうなというふうに思います。まあだから間接的にこう Facebook とか Twitter でこう、アクセスするのではなくて、やっぱり生の政治家が怖がらずに若者にどう接していくかという、どう関わっていくか、どう入り込んでいくかっていうのが、まあ一つ課題としてここから伺い知れるのかなと、こういうふうに思います。で次です。これはですね、じゃあその彼らにとって、いわゆる、情報環境、彼らが政治や社会化っていう時のその関わる情報環境ってこう何かということなんですけど、まず、残念ながらこれはどこのデータでもあるので、こう新聞で政治の記事をどの程度読むかっていう、これは残念ながらこういう結果でこれを見てくださいという話です。でもう一つ次はですね、じゃあインターネットで、ネットには当然アクセスするんですけど、インターネットでその政治のニュースをどの程度見るかっていうと、実は、新聞とほとんど変わらない。だから、インターネットで、その彼らはネット世代だけど、そのネットでその政治ニュースを見ないということは、だから基本的には既存のメディアの情報っていうものにこう触れないっていう、触れなくなってきてるっていう、こういうことだと思います。だからその辺のところの要するに事実とか常識とかいうものの共有認識っていうのがちょっと危うくなってきてるのかな、社会のという、こういうことだと思うんですけど、じゃあ彼らにとってその情報環境
社会の窓って関わる窓って何かっていうとですね、まあ、決定的なデータがこれでして、まあ早い話は LINE です。彼らにとって、社会というのは LINE です。ここであるようによく利用する SNS やウェブサービスと、まあ、中3ぐらいでこうなって、もう高校生はこうですからほぼ 100% に近いで、 Twitter もこんな感じ、それから写真貼り付けるインスタもこんな感じで、残念ながらと言うべきか幸運ながらと言うべきか、政治家の方たちがよくおやりになる Facebook っていうのはあんまり感知してないで、いうことなんですが、まあ、ここを見るとお分かりの通り、やっぱり LINE っていうものと関わらない、生活っていうのは成り立たないんだろうなと。だから彼らにとってみれば普通にこう周りとこう一緒っていうか、普通にこう付き合って生きていくっていうことはこう、まあ、LINE を共有するということですので、まあ、完全にこう社会の窓というのは、まあ、自分のその、持ってるスマホのタイムラインに上がってくるこういう情報という、これが社会であり、まあ、彼らにとってみればそれが情報であるということなんだと思います。それで、まあ、LINE イコールスマホ、スマホイコール LINE なので、ついでにこれも聞きました。スマートフォンも初めて持ったのはいつぐらいからですかって。でこれがものすごく低年齢化してて、でこれはもう最近どのデータでも出てくるので言わずもなんですけど、まあ高2高3ぐらいまではなんか中学校入ってから高校ぐらいって、これがこの辺になるともうこのぐらいになってきて、小学校高学年ぐらいから、でもすでにもう今の中学生ぐらいだともう小学校ぐらいからって入っこうシフトしてきてるので、これがまあ急速に多分低年齢化して、今年やったら今もうちょっと高校生の調整やってますけど、もっと下がってくるのかなというふうに思います。で大人もそうでして、これはですね、先ほどの今年のですね、私どもで実施した埼玉市民の意識調査の結果をこう交えたものですけど、毎年市民の方にスマートフォンのを持ってますかというのをお聞きしてます。でこれがこの伸びというの伸びの仕方というのはすごくて、2013年からこの質問を始めたんですけど、11年ですもんね、 LINE が始まったので、アート応援して始めたんですけど、もう年々こういう感じで、今年は 65% で、年齢別で見てみるとこういう感じですので、ほぼ50代ぐらいまでは標準装備っていうんでしょうかね、まあ、こういう感じが見えてきます。でこれは後半でお話しする、まあ、世論調査のことと関係してくるんですけど、まあ、その去年今年 と、メディア各社さんが、併用式の固定電話ランドラインだけではなくてセロフォン、携帯をも対象した調査を導入されて、まあ、これが一般化してます。ただ社会はその固定と携帯の併用の RDD なんですけど、社会の側はもうそのスマホにどうリーチするかっていう、こういう話にこう来ていて、要は電話をしないっていう、こういう人たちがこう増えてきているので、こうスマートフォンにどうリーチするかというのはこの電話を超えた課題として、まあ非常に頭の痛いところだと。それからもう一つ言えるのは、こうスマホが標準装備になってますから、 PC をパソコンを使わない人たちというのがこう出てきているので、要するに PC ベースでずっと今までやってきた、いわゆるモニターベースのインターネット調査というのも、これ、まあ、曲がり角に来ているということを合わせてこの、示しているんだろうというふうに思います。それで、ちょっとここで時間取りすぎたんでいきますけど、まあ、これこの辺が例の記念投票っていうのを伺わせるデータなんですけど、高校3年生、去年の段階では7月なので同じ高校3年生の中で3分の1ぐらいだったわけですけど、その人たちに投票したかしなかったかを聞くと、まあ、確かに投票したと高校生はいう回答が多いわけです。で、
投票した人としなかった人別に分けてみると、まあ、政治満足度とか先ほどの政治家への信頼度っていうのは、まあ、ほとんど変わらないわけです。で、むしろこう投票しなかったっていう人の方がこの高かったりして、ということは、その政治家にこう信頼していないという気持ちを持ちながらも、投票には行く。で、楽観的に考えればそれほど深刻ではない。でも悲観的に考えればだから記念投票になっちゃうわけですよね。もともとネガティブ、政治ってのはそれほどネガティブな、あ、ごめんなさい、楽観的なというの、プラスのイメージではないので、で、そういう中で、まあ、学校でも言われるし、まあ、うちの人も一緒に行こうって言うから、世間でも18歳選挙権って言われてるから行くには行ったと。でも、もともとそれほど要するにこうプラスのイメージではないので、行くには行って投票はしてみたけれどという、こういう、こう終わった後、多分その感覚なんだろうな。この辺が多分記念投票っていう私が言ったことの背景かなというふうに思ってます。で、この辺はまあちょっとサラサラっといきますけど、で、それをこう押しとどめるっていう、これ何がポイントかっていうと、このぐらいしか見つからないんですよね。その投票したかしなかったかっていうのを、こう分けてる一つ の、 要素って、一番こう相関が高いのはこれでして、結局その家族とそういう関係にあると、普通にこう一般的な話をするという、そういう関係にある人かどうかという、親子関係みたいな。で、投票したかしなかったっていうのも、これほどはっきり出るかというのもちょっと意外だったんですけど、まあ、親と投票に一緒に行ったことがある、それからないというのが、まあ、ほとんどなんかこう、こういう統計で因果を語ることはやってはいけないことなんですけど、ほぼ因果と言えるぐらいのこの違いがこう出てきていると。で、今回その 31% の埼玉市長選でも、その後数少ない投票に行った人たちに、誰と投票に行ったかというのを聞きました。で、そうするとですね、このやっぱり数少ない子っていうのは、ここが支えてると、家族と一緒に行くからは行くことは行くけどっていう、あと投票弱者に関してもやっぱりここのところがあってて、やっぱり連れ合いと行って行けてる間は行くんだけど、なかなか一人になるとっていう、これもこうだから、やっぱり日本の投票行動ってなんか家族関係が支えてるのかなという、ちょっとそういう気はします。で、18歳選挙権に関して最後のこのスライドなんですけど、18歳選挙権の一番良かったことはこれだと僕は思ってます。これはですね、非有権者です。同じ18歳、あ、ごめんなさい、高校3年生でも、この、7月の段階で有権者じゃなかった人たちです、これは。1、2年生はもちろん有権者じゃないんですけど、18歳になったら投票に行きますかというふうなことを聞くと、ここのところに差があって、やっぱり、同じ18歳未満でも、その3年生の方がこう高いと。で、これはですね、まあ言ってみれば、やっぱり、同じクラスの中で、こう有権者だったことがいるという、まあ、これがそれ相応にこう刺激になっているのかなというふうに思います。で、今回は同じクラスで有権者の子が半分以上、もう10月の末ですからいるわけで、今ちょうどちょっと無理を言って、高校生、埼玉市の高校生の調査を今今週実施中なので、まあ、ちょっとその辺のところをこう確かめたいと思うんですけど、で、これが公平でないっていうか、日本の教育っていうのは公平であることってを旨としてるわけですけど、いや、現実としてはそうじゃないっていう体験をするというのが非常にこう意味があるのではないかと、逆説的な言い方ですけど、そんな気をがしています。ちょっと余計なこと言うと、なんかつい先だって新聞の投書で、その若者の投書があって、私はその、11月が誕生日だと、高校3年生 で、だから今回の選挙の投票権ないと、同じ 18歳とか言って、同じ高校3年生なのに、まあ、だからもう学年で一律にその、選挙権が欲しいという、そういう投書が載ってましたけど、そういう思いを持つ人が増えれば増えるほど意味があるのではないかと。で、ここにこそやっぱり18歳選挙権っていうものをこう導入したこう効用があるのかなというふうに思ってます。それで、ちょっとこっち余計なことを話しすぎたので、
世論調査のあんまり話したくない話の方に行きます。今回 の、 その選挙で言えば、この内と外っていうののうちの部分で言えば、いつまでそれぞれ の、 新聞社さんが単独でああいう大規模な選挙に際しての調査をこう続けられるのかなと、いう気はしています。旗から見ていて。それで、ちょっと話はこうそれるんですけど、この1番目に書いたこれ、憲法改正がどうなるかっていうのが、この先こうポイントになるんですけど、世論調査にとってみても、この、国民投票にどう対応するかっていうことがですね、やっぱりこう今のマスコミの世論調査にとってみれば、信憑性も含めて真価が問われる場面、選挙の予測とか、その精度以上にやっぱりこれにどう対応するかというのが一つの大きなポイントなんだろうなというふうに思います。でそれはここにも書いたように、予測なのか調査なのかっていう。で例えば国民投票に際してこう調査をおやりになると、そうすると予測は予測ではないんだと、当然これ期間が長いから頻繁に多分その賛否に関しての世論調査をされるんだと思います。でそうすると調査で対応するとなると、当然生の数字を出していくっていうことになるわけです。で仮にこれが予測ではないというふうにこう社会にこう、説明されるとしても、社会はそういうふうに納得しないので、やっぱりこの、調査の結果っていうのと、実際のその投票結果っていうのをこう対応させて、やっぱり世論調査の制度みたいなものはこう議論されていくという、なかなかそういう理解が難い中でどう対応するかっていう問題、これちょっと今までこう予測か調査かっていうのを避けてきた問題っていうようなものが通り越してきた問題、差し障りなくこれまで事なきを得てきた問題が出てくるのかなと。もう一つはやっぱり世論調査報道のインパクトっていうのは、やっぱり選挙予測以上に大きいでしょうから、これも多分議論になっていくということで、こちらの方は実はその大きな問題、むしろ選挙予測当たる外れるよりもずっと大きな問題だろうなというふうに思っています。で次からがちょっと信憑性の話になるんですけど、これ話題になった安倍さんが、5月の連休中にその、憲法改正の話をして、でその後各社が、相次いでこうそれに関しての賛否の世論調査をやられた、その結果をちょっとまとめてみました。紙面上 の、 まとめです。で、だから紙面にこれがなかったので、ここは書いてありません。それでそれでなんで社によってこう違いがあるのっていうのがこう議論になったのですけど、私はこの結果を全く違う方向で見てます。これです。このどちらとも言えないとか分からないという、今の世論調査見てると、このどちらとも言えないとか分からないという、この回答比率っていうのが、社会の、冷静さっていうのかな、もうちょっとこう持ち上げると社会の見識を表しているんではないのかなというふうに、賛否ではなく、明確な賛否ではなくて、この比率の方がむしろ今の社会のこう冷静さみたいなものを表してるんじゃないかというふうに思います。これは違う社同士ですから、ちょっと次元は違うんですけど、例えば同じ社が、その同じ日にやられた、同一の調査の中で、似たようなやっぱりそういう違いっていうのが見られる。例えば意外とこう賛否がはっきり出て、こうどちらとも言えないとか分からないが少ないのは、例えば原発の再稼働みたいなものは、大体どこの社が聞かれても9割ぐらいの方が賛否と答えられる。でももう一方で話題になった、その言い方気をつけなきゃいけないんですけど、テロ等準備罪、中黒共謀罪で、これに関して賛成か反対かと聞くと、やはり7割に満たない賛否が、だから3割以上の方が、同じ調査の中でもそういう形でこう反応答え変わってくる。この要するにこう比率っていう、これがですね、
なかなか難しい話で、そんな簡単に賛否を言えないよという、こういう保留回答っていうのかな、これがまあ一番なんか今の社会の中で冷静さをこう示す指標じゃないかななんていうふうに、私は見ているので、この辺のこう違いっていうものとはこう、ちょっと違うんですけど、ここの多い少ないっていうのが私にはこう疑問です。逆に言うと、ここの比率の違いっていうのが私にとってみれば一つ大きな疑問としてあると、こういうことです。それから内閣支持率もこういう感じでこう違いはあります。これは安倍内閣の支持率がですね、下がった7月と、それから、内閣改造の直後に行われた各社の緊急調査の結果です。で、支持不支持の絶対値っていうのも違うし、それから7月から8月間にかけてのこの支持の上昇度っていうんですかね、変化の度合いというのも違います。これもまあ各社さん気にされて、こういうような表を出されたり、憲法の時と同じようにまあこういうふうになってるんですけど、まあちょっとこういうのをその今最近の流行りで他社の結果と自社の結果っていうのをこう比較する記事をこういうふうにお出しになるのが今の傾向だと思いますけど、私はちょっと過敏に過ぎるんではないかなという反応として気はしています。それでむしろですね、やっぱりこうこちらとして見ていて、ちょっと何て言うんでしょうかね、注文があるのは、やっぱりこのデータの品質表示っていうのをどこできちんとするかっていうのがポイントだと思うんですよ。で、一つはですね、隅っこの方にちらっと書いてありますけど、これを注目して見る人がどれだけいるかっていう問題ですけど、回答率っていうのがですね、こう非常にまちまちで、多分それぞれの社でこう定義が違うんだと思うんですけど、これ見てお分かりの通り、今固定と携帯でこう両方でやっているの で、そのデータをコンバインするっていう形でその合計値出されていると思うんですけど、この、内閣支持率の絶対値以上に違いがあるのがこの回答率でして、5割ぐらいのところ社もあれば非常に高い候補者もあるというこの回答率の違い、それからもう一つは固定と携帯でほとんど差がないという者もあれば、かなりこう差が出てくるというところもあって、この辺の要するにこう回答率っていうものをどう算出しているかということに関しては残念ながら説明してどれだけこう社会の人たちが気に留めてくれるか、理解してもらえるかっていうことはあるんだけれども、他の国のこう世論調査なんか見ていて、やっぱり日本ではここのところがあまり留意されないというか、紙面では限られた紙面の中でそれはっていう多分エクスキューズになるんでしょうけどいうポイントです。それからもう一つはちょっと気になるんですけども、面接時代までは、全部自社でやられたわけですよね。だから、自社の看板で、調査員っていうのをこうプールして、学生調査員中心ですけどおやりになって全部自前でやられてるわけですけれども、今はその、実際の部分っていうのは調査会社さんに委託しているわけですよね。そうすると実際の電話は有権者が受ける、答える有権者の方はにアクセスしているのはその調査会社さんで、実際の有権者の方たちは調査会社のオペレーターさんの調査員の方から電話を受けるわけだから、だからその辺ここもですね、他のちょっと国なんかと違うところで言えば、委託している会社の名前っていうのを日本では出さないと、自社ものとして、こう公表されるわけですけれども、その辺もこれ表示していくという、表明していくという、こういうことも一つこう検討課題としてあっていいのかなっていう、ここのその品質表示の部分っていうのが非常に私としては気になります。それで、そろそろまとめに入りたいんですけど、日本のこの今の内閣支持率を中心とした世論調査っていうのは、非常にこれかな、非常に私は、客観的だと思っています。これはですね、私どもでこの次にお示ししますけども、
メディアさん、この6社 の、 その、毎月の、内閣支持率の結果をですね、平均値化したものを、1本にしたものを4月から、私ども の、 その社会調査研究センターのウェブサイトのトップに掲げさせてもらってます。もちろん各社に同意をいただいてのことですけれども、で、まあ、それの元データなんですけど、確かにこれはですね、ここのこちらの小さい数字はこれは支持率、下は不支持率です。で、私が注目しているのは、私はこれを意思表示比率っていうふうに呼んでますけど、支持と不支持を合わせたこの合計比率です。で、ここなんですけれども、確かにその、支持とか不支持のこの絶対値っていうのは、それぞれの社でこう違いがあったり、まあ、あの各社でもこういうふうに推移してるわけなんですけど、これをその支持と不支持を足し合わせたこの合計比率っていうのは、驚くほどこう安定しているわけです。ほとんど誤差の範囲で推移していると。で、どの社も全部こういう感じでこう推移しています。これもそうですけど、で、共同さんや NHK さんは確かこう3月と4月のところで、ここまでは固定電話で、ここから併用ですから、まあ、ちょっと変わってるところはあるかもしれないけど、それでもやっぱりこういう感じで、まあ、あのコンバインしている結果だからこそそうなるって言われてしまえばそうなんですけど、でもやっぱり非常にこう安定した指標としてこう見て取れる、まあ、内閣支持率っていうのはやっぱり今こう社会のこの世論を示す、一番こう客観的な指標だろうと、ということはちょっと間違いないので、これを否定してもしょうがないなというふうに思っていて、こういうこう後からお見せするあの毎月の平均値を私のところでこうあの出すようになったっていうことですけど、でここから言えることはやっぱり、ものすごくあの、2つあって、挑発的な言い方するとやっぱり今各社のやられている世論調査の客観性っていうことは、裏から言えば、まだこの世論調査に関しては、世論調査の結果に関しては各社 の、 その編集方針とか記事のスタンスにまだ毒されてないなと、そこからある程度距離を置いたものとしてこう存在してるなというふうに私はあの見てます。それは裏を返せば、この今のマスコミの世論調査のこういう結果っていうものは、世間の人々にとって手の届くところにあるんだよねっていう、そういうふうに私は受け止めています。だから、これがあのこれは9月までので、まあ、あの相次いで10月のおやりになっているので、10月の結果がどうなるか分かりませんけど、今の6社のこの今年の1月からの、平均値足し合わせたこの結果をグラフ化したものがこうです。で、したがって、その先ほどちょっと挑発的なことを言ったのは、要はあのもう既存のメディアのマスコミ世論調査と言われている既存のメディアの情報っていうのはもう一蓮托生でしょうと。で、要はあの意識する相手は SNS でしょうっていうふうに思っているので、この世論調査の側からすれば。だからこうマスコミの世論調査の結果がこう客観的な世論だと、世論の指標だというふうにこう世間がまあ認識している、こう社会がこう続いてほしいと、こういう今の社会の状況っていうのがやっぱりあの、これからも少しこう、続いてほしいなというふうにこう思ってる側からするとですね、先ほど言ったように、あのそれぞれが自社でおやりになった結果と他の社の結果が違うっていうことに関して、あんまりこう、こう意識されない方がいいのかなと。真ん中がこう減る中で、こう両側がこう 両極化してこう際立ってきてるみたいなところがあるので、この真ん中の人にとってみて、やっぱりこうその世論っていうのが自分の手に届くところにあるっていうか、メディアが世間からこういろんな批判をされながらやり続けるからこそ、世論調査っていうのは意味があるし、社会の人にとっても手に届くところに我々にとってもあるのではないかなというようなことをちょっと生意気ながら思っているので、こういうことをこう始めたということです。
ざーっとこう急ぎ足でお話したんですけど、頂戴している時間が多分1時間なんですよね。でちょうど1時間なので、この辺でちょっとお話を、切りたいと思います。すいません、ご清聴ありがとうございました。今の世論の話ですけれども、裏返しで言いますと、そのメディアの側の世論の形成力が、落ちていると、こういうご指摘にもなるように聞こえるんですが、そういうようなお考えでいらっしゃるのかどうか、そこはいかがですか。だから そこが問題だろうなって。やっぱり、メディアが世論を作らなくて、誰が世論を作るのっていう思いがあるんですから。そういうことです。さて、ご質問がございましたら、ぜひお願いいたします。どなたかいかがでございましょうか。はい、どうぞ。所属をおっしゃって、名前とおっしゃっていただければと思いますが。個人会員の原田と申します。先生、すみません、今日の話がちょっと離れるんですけど、実は先日アメリカのですね、世論調査会社の方が来られて、はい、いろいろお話になった話の中で、それでそのどなたか記者の方がですね、なんでトランプさんの誕生の大統領の誕生の予測が外れたんですかと聞いたらですね、例のその、ホワイトワーキングクラスと言われているその例の北西部の、オハイオとか、ウィスコンシンとか、あの辺 その、ローカルの調査の会社なのか、部分なのか、新聞社なのかの、その調査レベルが非常に低かったということが一つと、もう一つ、それからそのトランプさんを支持したホワイトワーキングクラスの、あの辺りのラストベルトの辺りの人がですね、過去ずっと投票に行ってない人がかなりいてですね、その方が投票に来て、それで分からなかったというようなことをなんかおっしゃったんですけれども、先生もアメリカへ行ってご勉強にもなったと思いますが、どういうふうにご覧になりますか。すいません、あまり詳しくないんですけど、最初にお話になった理由はその通りだと思います。結局そのナショナルレベルで一本でやった場合は、クリントン氏に若干有利で、実際の投票結果とその得票率もとほとんど差がなかったわけですけど、勝敗50州でこうどっちが勝つかっていう、この言ってみれば差の判定になるわけですけど、大統領選挙それは接戦州をはじめとして50州でこう日本のように各300近い小選挙区で全部にあれだけの数 をこうそのサンプルしてですね、ああいう大規模な調査をやってるところって他にないですから、こう50州でそれぞれの州単位でこうきちんと調査をやるという体制はアメリカにはないですので、今後もこういう形の接戦になればまた外れると思います。でこれをどうケアするかっていうのはアメリカでも今あんまりその、真剣に議論されていないので、次も似たような状況で多分突入していくと思うので、なかなか、アメリカの世論調査は厳しいんだろうなというふうに思います。それから、トランプさんの僕シャイトランプとか何とかっていう、そこはよくわからないんですけれども、結果からこう後付けで見てみると、クリントン票っていうのをちょっと多く見積もりすぎたかなという、そこのところのやっぱりちょっと、判断のあれがあって、でここは非常にこう難しい話ですけども、日本の世論調査はこう新聞を中心としたメディアが自前でおやりになるっていうところが特徴で、でそれはそれで一種のちょっとこう危なさはあるんですよね。先ほど話したようなマッチポンプ的な、でこういわゆる報道する側が世論を作るというところはあるんですけど、でもやっぱりこう新聞社を中心とするこの社会の定着度っていうんですかね、宅配システムを中心としたこの信頼度っていうので、やっぱり世の中の人たちが答えてくれる、そこでこう客観性を担保してきたっていうところがあるので、そこのこうのバランスで言えば後の方が大きいだろうなと思ってます。で、日本の場合はだから自社でやるんだけれども、一応中立公正というのを基本的にしてそこを担保していると。
で、アメリカの場合は要は各メディアが当然こう自分のところの態度を表明しますよね、選挙にあたってどっちを応援するっていう。で、それで要するにこう世論調査結果も報道するんだけど、これまではどちらかというと、調査っていうのは調査のプロの調査会社が実際に行って、でそのメディアの側はそのユーザーであると、調査世論調査のメーカーではなくてユーザーとしてこのその結果をこう使うと、買うという対応関係だったから、各メディアがこうスタンスを明示するというそこのところとのこう兼ね合いでいうと、まあそれほどこう問題は生じてこなかった。で、今はどっちかというと、もうメディアと調査会社が一体になってこう調査をおやりになるようになってきているので、まあ、そこのところがやっぱり微妙にこの予測というようなところにですね、こう影響するのではないかな。ただアメリカではそういう話っていうのはなんかどうも議論してはいけないらしくて、で僕が聞いてもよくわからないっていう、そこはみたいな話になるので何とも言えないんですけど、そんなことを感じています。すいません。はい、他にご質問いかがでしょうか。はい、個人会員で、朝日新聞の OB の稲見と言います。電話で世論調査をすると、固定電話の場合などはだいたいうちにいるのは奥さんが多いわけですよね。そうすると奥さんの出る率が高い、そういうことについて、奥さんが出る奥さんの回答を割り引いて、男が出たらその男の人の回答を倍率を上げるとか、そういうような一種の加工といいますか、そういうのは行われているんじゃないかなと思うんです。あるいは有権者ではない外国籍の人が出てきたりする場合もある。そういうことについて各新聞社のやり方は統一されているんですか、あるいはバラバラか、あるいは全然加工しないのか。その辺のことはお前は自分の会社 の担当者に聞けばいいじゃないかと言われればその通りなんですけど、まあ、先生のご専門ですからちょっとお伺いいたします。内部事情は承知してないので、無責任なことは申し上げられないんですけども、まあ、当然それぞれの社でこの、まあ、俗にウェイティングっていうふうに言ってますけれども、まあ、調査結果をこうどう修正補正していくかということは方法をお持ちです。で、まあ、それはそれぞれの社のノウハウとしてこう違いが出てくると思うんですけれども、まあ、傾向として言うとどちらかというと生の数字を大切にされて、あまり補正修正はされない社と、どことは言えませんけれども、それからやっぱり生数字っていうものはそのままやっぱり出したら問題なので、まあ、その補正修正するということの方を重視しているこう社も あって、その違いっていうのが、まあ、結果にどう影響するかっていうところまではこう推し量れないんですけども、選挙予測なんかに関してもそこを競い合ってる部分があるんだというふうに思います。はい、他にいかがでしょうか。個人会員の小林と申します。お話ありがとうございました。失礼しました。いわゆる内閣支持率というのと、それから党の支持率というののギャップというのがよく言われて、かなり自民党の場合も自民党の支持率と安倍内閣の支持率の間にギャップがあると思います。で、多分それは積極的支持とかと、まあこれ内閣について積極的支持と、それから消極的支持、まあいわば消去法で仕方がないから入れるっていうののギャップじゃないかと、まあ個人的には思うんですが、その辺の分析というのは何か先生の方でおやりになったことがあるでしょうか。はい、ありがとうございます。まあもともと内閣支持と政党支持というのはこう質的に違いがあるわけでして、内閣支持は もちろんその、
特定の対象に対してその支持するかしないか、イエス・オア・ノーなわけですよね。で、政党支持っていうのは、まあ、日本のメディアがこう皆さんお使いになっているのは支持政党質問という言われてますけれども、あなたが支持する政党はどれですか、どこですか、要するに、まあ、どれかっていう、どれか一つ選んでくださいという、まさに選挙のシミュレーションの質問なわけですよね。だから、まあ、質的にこれはこう違いがあるので、そこで聞いた内閣支持率と自民党支持率が同じであったら、それは逆に言えば問題だと、逆に言うと政党支持を聞いてる意味がないということになると思います。それで、最近、まあ、私が感じることは、私はその選挙の期間中に、お名前を出して恐縮ですけど、共同通信さんのトレンド調査で私 の, 提案した質問で、あなたには支持する政党がありますかありませんかっていう、どこかは 聞かないで、あるかないかだけを聞いてます。そうすると選挙の期間中、これもずっと10年来変わらないんですけど、支持する政党はないというお答えが7割近いわけです。で、こんな安定したこう意識のデータってないので、まあ、だから、まあ、ほとんどの 方が特定の支持政党を持たない中で選挙のたびに自分の一票の使い道、投票するかしないかも含めて一票の使い道っていうのをこう判断されているんだと思います。まあ、それで僕はその都度支持という概念を出したんですけども、でそういうことから言うと、今の要するにこの支持政党、まあ、選挙の時はほとんどどの党に投票するかの道義反復だから、まあ、投票行動の代替として意味があると思います。だから、裏を返せばその出口調査の分析記事で支持政党を別にこうどうでしたかっていうのを聞いてみましたって、あれあまり意味がないと思います。希望の党の支持者はって、希望の党に入れた人は希望の党の支持者 でそれは道義ですっていう、まあ、そういうことだと思うので、あれがこう指標としてどれだけ意味があるのかと思うんですけど、それ以上に感じるのは、選挙の時はまあそれはそれでいいんですけど、通常ですね、こういう内閣支持率を定例で聞く平時に、今政党支持って聞いて、あれどういう意味があるのだろうかと、果たして、まあ、特定の要するにこう今言ったように、まあ、日常的にはその支持政党を持たないっていうか、もうずっと私はこの政党だっていう人はこう3割とか、まあ4割もいかないと思うんですけど、そういう中でこう日常的にこう支持政党の比率っていう、で選挙がそれほど想定されてない、選挙の投票っていうものがそれほどイメージされてない中で、日常的にその政党支持をまあ聞いていて、あの指標っていうものがこう果たしてどういう意味があるのかなというふうに、私は今感じてます。以上です。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。今回の選挙では、うん、まあ、立憲民主党が一つの部分になりましたけれども、ただ候補者は、まあ、多くなかったわけなんですね。そうするとある意味で、目の前の小選挙区の候補には A さんに入れるが、そこには立憲民主がいなければ、今度は比例の方は立憲に入れるという、いわゆる有権者の側で、まあ、戦略的な投票が、まあ、かなりあったであろうと、もう実際のデータからこう推測されますけれども、この有権者の今までの動向の中で、例えば戦略的その投票ということについては、これまでその過去の歴史といいますかね、どういった傾向があったかということはありますか。まあ、そういう人はあんまりないんですけど、私の感覚としては、皆さんそういう形でこうなんて言うんでしょうかね、その自分の一票をこう割とこう判断してその使い分けるという、これをそのどこまでそこを意識してされているのかなと、結果として絶妙なその戦略投票的なこう結果が出るということであって、どこまでそういうのを意識されているのかなというふうに思います。先ほど言ったように、まあお一人お一人の中でこう割り切れない気持ちを持ちながら投票されていて、で、まあ、その時こう
まあ、この小選挙区では確かにこうあの人物本位でみたいな立憲の人出てないし、まあ、あの民進の人というのは、まあ、その前職が多いので、まあ個人でこう支持してるみたいな。で比例の方っていうのは、まあ、これは政党単位なので、基本的にもう民進がないわけですから、まあ、そこをどっちにという形である程度立憲の方に集中すると、そうすると、まあ、使い分けてるな。確かにその出口の結果を見ると今山田さんおっしゃったように、先ほどそのクロスで見た場合に小選挙区でこう希望に入れた人とか、それからその共産党に入れた人っていう中で比例は立憲にっていう方の比率がすごく高いわけですよね。希望あたりだとその比例で3割ぐらいは立憲に、共産党に入れ小選挙区で入れた人は比例ではまあ4割とか立憲に、維新の人のに入れたっていう人の中でも、まあ、これは関東だけなのかもしれないけれども、結構あの立憲に入れてる。だからそれを見ると確かにそうい う, こう解釈が成り立ってこう絶妙な戦略投票だというふうに言われるんだけど、まあ、それは後付けの解釈であってですね、どこまでそれを意識されてこう投票してるかっていうことに関しては、私はやっぱりその明確なそれをこう立証する根拠を持ち合わせてないというのが正直なところですね。他にいかがでしょうか。はい、森内さん。九州の西日本新聞の論説員してます大西と申します。どうも。選挙前 の, 世論調査といいますかですね、まあ、いろんな批判もあったりですねしたんでするんですけども、一番大きな批判というのが、まあ、選挙結果を、左右することになるんじゃないかということで、うん、過去にはそういうこともあったような気もしますし、逆に、結果が大きくはず、まあ、そういうことで、まあ、あるのかどうか分かりませんけど、結果とだいぶズレが出たりとかいうことがあったように記憶もしてますが、今回はですね、まあ、ほぼ各社の調査結果というか、まあ、取材分析も含めてほぼまあ、与党が300超えというようなところは、まあ、当たったというかあったというか、ちょっと言い方微妙ですけれどもだったんですけれども、まあ、今回のようにその調査と結果が非常に似てきたというかっていうのは、その調査の精度が上がったと受け止めるべきなのか、有権者がそういう調査 の, あれに影響はもうされにくくなってきたと考えるべきなのか、一体どういうふうに考えたらいいんだろうなと、いうのが選挙好きの私としては非常にちょっと考え、まあ、以前自民党内からもう選挙の前の世論調査なんかするなみたいな声が随分、はいはいあった、まあ、それは影響を考えてということだったと思うんですが、まあ、ちょっと長くなってしまいましたが、その辺の、まあ、先生の今回の、調査結果と実際の結果との相関関係といいますかですね、そのあたりに何かお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、一つはっきり言えることはやっぱりもう今の選挙というのはやっぱり揺れ戻しっていうのは、まあ、もうほとんどなくなってきてるなということは、言えると思います。ですからアンダードックっていうのがほとんどなくて、で、まあ、今回はだから、まあ、投票率っていうところにも現れるようにバンドワゴンもそれほどなかったのかなというふうに思います。だからそこの部分というのが、まあ、最近そのこの前回ぐらいまで見られ、前回はそうでもなかったかな、その前ぐらいまでに見られたのはやっぱり、まあ、事前にこっちが強そうだ勝ちそうだとなるとやっぱりそっちの多数派の方にこうむしろ乗っかっていくっていう、まあ、世の中の人たち今無理もないと思うんですけど、やっぱり自分をとりあえず社会の多数派の方に入れておきたいっていうか、自分がその社会の多数派から外れることっていうものに関してちょっと不安をお持ちであるという、避けがたいこういう傾向があるので、まあ、こう今回はどっちだとなると、まあ、
この そちらの方向にこう流れていくっていう、こっちのその方向の方が今までどちらかというとこう、うん、高かったと。でそれは差し引きで言うと、このまあ反対の方に投票しようと思っている人の気持ちがそれで萎えちゃうっていうところがあって、仮にこう今のこうメディアのこういうその事前の選挙報道っていうものに僕は立証したことないですけど、これ世論調査で聞けないのでね、あの事後的な世論調査であなたはメディアの報道に影響されましたかって聞いて影響されましたって答える人はありえないわけですから、これは世論調査の限界を超えているわけで立証しようがないんですけども、いずれにせよやっぱりちょっとこう、まあ、想像するにあるとすれば負け馬効果っていうんですかね。だから こちらの方に入れようと、で今回も要するにどうもこう接戦になって政権交代的になるんじゃないかというところでこう注目してた人の気持ちが萎えちゃったっていう、そういうところは、ただそれは、選挙予測だけではなくてやっぱりメディア全体の報道っていうもののインパクトとして考えなきゃならないので、その中から選挙予測報道のだけをこう取り出してその影響度っていうのを測るというのはなかなか難しいなというふうに思ってます。以上です。他にいかがでございましょうか。はい、お願いします。個人会員の村野と申します。選挙期間情勢調査の中でのですね、内閣支持率を問うことの是非ですね、まあ今でもありませんが、解散になった途端に内閣というのはいわば選挙管理内閣に移行するして、まあ、次の選挙というのは次の内閣を準備するものであるわけですが、その最中の内閣を支持しますかしませんかと問うこと、まあ、あの日常的な世論調査で行われているからその引き続きでやっているのかもしれませんが、この情勢あの調査の中でのそういう問い方っていうのは意味があるのか、その是非どうお考えになりますか。そうですね、考えてみれば、まあ、要はその今の内閣がを前提として想定して聞いてるということになるから、こう一種こうその質問自体誘導質問的なところがあるだろうというのは考えてみればそうですけど、まあ答える側の人たちがどれほどそれをこうあの意識されてるかわからないけども、今回のを見るとやっぱりあの質問が一種こうちょっと批判とか不満の吐け口になっているなっていう、空気抜きになっているのかなってっていう気がするので、まあ、そういう意味でもですね、まあ、完全にあの内閣支持不支持っていうもののその質問自体がこう中立化というと、まあ、そこはあの議論の余地があるんだろうなっていう感じはします。まあ、ただ私改めてそのことを感じあの気にしたことなかったんで、今あのおっしゃられて初めてそう言われればそうだなというふうに思ったので、あのメディアの中でこの議論に関してこのことに関してどう議論されるか、ただまああの、それを担保するための質問かどうかは分かりませんけれども、選挙後も安倍さんが首相を続けることがいいか悪いかとか、それに賛成か反対かっていう質問も合わせて聞いているので、多分その、どこまでそれで意識されているかは分かりませんけれども、そこでバランスを取られているのかもしれません。そこは私はあの社内の議論というのはよく分からないんですけれども、まあ、想像で言えばそういうことになります。他はいかがですか。そろそろ時間ですか。先生、一つだけもう一つだけ、はい、どうぞ。あの欧米のメディアに比べて日本のメディアの、そのメディアといいますか世論調査には誤差の扱いをですねほとんど、まあ、加味しないような形で、まあ、アメリカなんかのメディアなんかはやはりこれは 3% 4% の誤差であると、うん、すると例えば28と29というのももうこれは同じであるという扱いですが、日本の場合は 0.1 ポイントでも違えば上だとしたらと、まあ、これはあの報じる側から言っていて自己矛盾なんですけれども、何かそこは先生は、うん、今の2つあって山田さんがおっしゃられた 0.1% ってあるんですけど、まあ、だから、1000人2000人ベースの、 その、世論調査でですね、まあ、あのコンマ以下の数値は全く意味がないですから、だから、まあ、せいぜい整数表示
までだろうなというふうに思いますし、あとその選挙の予測調査などでもそれぞれの選挙区単位でやられているので、だから判定されに関わっている方は皆さんご存知のように、あの投げ率からいって、あの選挙 の判定の各選挙区別 の数値もコンマ以下の数値っていうのはほとんど意味を持たないという、うんうん、だからそこにこうちょっとこだわりすぎかなというのは思います、うん、それから、その前の話でいう と誤差っていうのをどう表示するかすごく難しくてですね、うん、そのアメリカなどがこう表示しているのはそれは当然サンプリング誤差ですから、だから対象者として選ばれた人たちが、まあ、当然その全体を推計するためにやるわけですから、全人口のミニチュアになっていかなきゃいないとその結果をもって推定できないわけですけども、その対象者として あくまでも誤差は対象者として選ばれた人たちが有権者全体の構成とどのくらいこうずれてるかっていうそれでしかないので、回答結果の誤差ではないし、その当然その回答してくれた人の比率によって当然この、変わってくるので、だからむしろやっぱり先ほどこう言いましたようにこの回答率っていうこれをこうきちんとこう定義して表示していくっていうのが品質表示としては一番大事だろうなというふうに私は思います、うん、分かりました、ありがとうございました、そろそろ時間になりまして、先生に、始まります前に先生に記号を頂戴いたしました。今日はですね、これ有権者消費者にあらずというふうに言いましょうか、ちょっと解説記号と言えるようなものじゃないんですけど、はい、有権者と消費者は違うので、こう有権者をもう消費者扱いするのはちょっとやめましょうよということです。でなんか今のやっぱり選挙っていうのはそういう、こう戦略戦術っていうのが表に出て、やっぱりなんかこう有権者を消費者扱いして、その買ってくれる人ばかりこう追い求めるっていうんですよかね、で買ってくれない人もいるわけだから買ってくれる人ばかり追い求めるっていうのはちょっとやめたらいいかなというのと、あとそのちょっと誤解を恐れずに言えば、やっぱりネット依存社会の必然性だと思うんですけど、やっぱりこう対象をこう消費者として捉えて、まあとことんこうやっぱり甘やかすっていうか限りなくこう甘やかすみたいな、そういうところがあるので、まあ、その辺も非常に気になるので、ちょっと有権者は消費者にあらずというふうに書かせてもらいました。だからこう政治マーケティングなんていう言葉が何のてらいもなくこう政治家から出てきて、聞いている人たちもそれに違和感を持たないっていうのはすごく違和感があるなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。日本記者クラブの方から今日のご講演いただきましたことで、はい、この記念をさせていただきます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。それでは今日はこれで終わります。皆さんありがとうございました。また今後